慣れではなかったんですけど、そうです、肉離れではないんですけど、でなんかコンサートにはうん大丈夫だと思います。そうなんです、今日リハ前にそう病院に行ってふくらはぎがちょっと痛くて、トレーナーさんにそう病院に行った方がいいよって言われたので今日今朝急遽行ったんですけど、骨には何も炎症なくて、でもただその痛くなってるその筋肉のところがそのちょっと切れてたりとか、その炎症が起きてるので、先生が言うにはその2週間ぐらいは安静にしてほしいっていうことだったので、そうですね、そうなんですよ。そうだからリハがね毎日もあるんですけど、ちょっとリハもじゃコンサートとか周年公演とかにでリリーベとかもねありますし、そう、そこで出れなくならないようにマネージャーさんとかいろいろ相談して、周年コンサートのリハはできるだけちょっと負担かけないようにしていこうっていう話にはなったんですけど、今日はそのダンス、そうですね、いっぱいダンスが激しいところとかはその立ち位置で立てるところとかはねやったりとか、直しの部分とかではあれしたんですけど、激しいのとかはちょっと見学させてもらったんですが、やっぱでも踊れないのはその足にはね負担はかかってないんですけど、見てるだけっていうのがすごい、それもそれで気持ち的に複雑で、はい、なんかそれもちょっと疲れちゃうなと思ったんですけど、そういう、ある意味、まあでも仕方がないことなので、なんかそうですね、難しいですね。やっぱ全力ダンスがねすごいいいなと思うんですけど、でも使い方とかもいろいろ気にしながら、前は昔とかは特にずっと力が入ってたのでより怪我しやすかったから、強弱も出ないし、そのなんか入れるところと入れないところとってこうして強弱つけれるようなダンスをしたりとか、その姿勢もやっぱめっちゃ大事なので、それも意識したりしてるんですけど、やっぱやっぱ使い続けてるとすごい怪我になってしまうので、特にやっぱ私は多分こう、まあ、回転とかそう瞬間的に力を入れることが多くて、それで多分より筋肉を使って、で筋肉質なのね、もともとより筋肉を使ってしまって怪我につながりやすいのかなって思うので、ちょっともうちょっと、でもダンスの先生とかうまいのにずっと踊られてるから、まあ、ケアも十分されてるんだと思うんですけど、ちょっともうちょっとうまく使えるようになって、未だにちょっと苦戦してるところではあるので、だからね、その力を抜いて踊れば怪我も少なくはなるなっていうのは思うんですけど、難しいですね。特に私はやっぱりスキーのその激しいダンスが好きで、スキーの魂みたいね、そういう
キレキレダンスみたいなのが好きなので、そうやって踊ってしまうんですけど、でももうちょっとやっぱその昔は若い時はさ治りも早かったんですけど、やっぱ治りも遅くなってきてるなっていうのは感じるので、うまくね使えるようになっていかなきゃなって思うんですが、難しいです踊り方が、うん、大きなことになる前分かってよかった。そうですね、でもトレーナーさんが最近はコロナの時期はいらっしゃらない時も多かったんですけど、最近はまた来て公演の時とかに来ていただけるようになって、その時にね見てもらえるんですけど、筋肉が結構硬いので、一回病院に見てもらった方がいいねって言ってもらえたのでよかったですが、うん、うまくレントゲンも取れました。でも骨は大丈夫でした。はい、で筋肉がちょっと痛んでますねっていう感じで、うーん、メトレ、メトレ、うーん、確かにちょっとうまく使えるようになったらいいんですけど、筋力が入りすぎなのか、うーんそう、そうですよね、どちらかというとちょっとアスリートみたいななっちゃいますね。そうですね、うん、イメージトレーニングでして、今はちょっと安静にして本番近くなってちょっと動かして体に、でもありがたいことにその結構もう動きは入ってるので、そういっぱいリハしてきたので、あとはその修正のところを体に入れれればいいかなって感じですが、あ、風邪じゃないです、鼻炎なので多分鼻声ですうん、うん、あ、お誕生日もありがとうございました、あ、おめでとうございます。昨日はすいませんラストになっちゃったのであれですかね、そう昨日あれですね、道枝ダッシュでそういえばハッピーバースデーを歌わせていただいたけど、いらっしゃらなかったかな、あれだったら今日もう過ぎちゃったけどお祝いさせていただきますが、どうでしょうか、そうですね、でもなんかみんなも大変なスケジュールの中で頑張って踊ってるのでね、踊ってないっていうのがすごくもどかしいですが、はい、そこはちょっと我慢しながらやっていきたいなと思います。メイクのリリーベもありがとうございます、うん、スポーツ選手みたいな、そうですね、結構アイドルでも SK のダンスはかなり激しいのでアスリート的かもしれないです私がしかもめっちゃなんだろう、激しめに踊っちゃうのでありがとうございます、はい、ありがとうございます、だから冷やした方がいいんですか、冷やして回復を待とうね、冷やした方がいいんですかね、うん、
でもそうですね、睡眠がすごくね、特に大事みたいなので、寝て筋肉も早く回復するように。では使い方ですね、本当に使い方難しいんですけど、みんなどうやって踊ってるんだろう。もうちょっと力抜いて踊ったらいいんですかね。どうしたらいいんですかね。でもその周年コンとか、それあの公演とかリリーベとか出させてもらいたいので、あの本当にリハは無理しないようにしようと思います。でもなんかすごい研究生の頃によくね、シンスプリンターとかなってたんですけど、その時よりやっぱ治りが遅いなって思います。はい、めっちゃ食べました。おお、今日は鮭を食べました。鮭美味しいです。フォローもありがとうございます。まさかの卒業後はさっとから、今日7年が、おお早いですね。そうなんですよ、私もキレキレのダンスというか、そのそうですね、全力で踊るところがすごいより大事にしてたというか、もっと頑張りたいところでもあったので、もどかしくて悔しい気持ちもありますが、だから本当にあれですね、ずっとは続かないので、そのなんていうんですか、そのここっていうところを作ったりとか、こううまくやっていかないと長く続けれないのかなっていうのはすごい感じるので、強弱ですね。確かに私もずっと、どちらかというとずっと全力でやっちゃうから、メリハリをつけれる練習をしようと思います。朝、そうですね、朝早いっておっしゃってましたもんね。ありがとうございます。遅いに 見に来てくれて。ゆっくり休んでね。ゆっくり休んでね。遅いに時間が多くてすいません。立つときは痛くないんですが。私踊り使い終わった後に、そう立ってるだけでも痛い時が多くて、で痛いからちゃんとほぐすんですけど、あの帰ってきてストレッチとかして。したら、和らいで、あの立てる時とかはもう痛くないので、あのでも脱水に使って痛くなってみたいな繰り返しで、で最近踊ってることが多いので、そのほぐす時にだんだんほぐれなくなってきちゃってっていう感じですね。テーピングもそうですね、めっちゃいいですよね。電気治療、あでも今日すごい電気を当ててもらったら、そう聞きました。はい、今から行きん、大変ですが応援してます。そうですね、会いたい、ありがとうございます。10月はでも会える機会が多いかなと思うので、皆さんと会いたいですね。天気のが効いたなって思います。はい、ちまった。でも私のトレーナーさんに見てもらうと、どちらかというと大脚だから、外にやっぱ力が入ってるみたいなので、
うちを意識した方がいいみたいです。トレーナーさんに見てもらったら。うん、花粉症はあんまり感じないんですけど、鼻炎がやっぱ、うん、ひどい時があります。季節の変わり目とか良くなっちゃいますね。みんなよく休養しね。ラスベス卒業してしまったから、出たいです出させてもらえますかね。はい、そうです、焦らないように休むのも大事ですね。あ、正直に告白します。ああ、ちょっと残念ですが、でも今日来てくれて嬉しいです。僕だったから美術館の展示良かったよ、ありがとうございます、嬉しいです。でも結構ね、たくさんの方に、あの展示期間が短かったのに、いろんな方見に行っていただけてすごく嬉しかったです。温かい言葉もありがとうございます。冷やす方がいいんですね。なるほど。プロテインは飲んだことないですね。でもより筋肉が発達しそう。どうなんだろう治りやすいんですかね。そうですね、でも本当に見てもらってよかったです。うん、横山のスピン回転ですねとにかく、はい、しょうが、ありがとうございます。そうなんです、私はなんかこう音をたくさん使うというか、このこう一瞬の力でこうファッて動くことが多いのでだからより筋肉使っちゃうんだろうなと思うんですけど、音をたくさん使って踊った方がいいのかな、負担はかからないなっていうのを感じますね。うん、インソール、ああそうですね、でも一応病院でも見てもらったのなので、で初心スプリントのところではないからまた違うのかなっていう感じはしますが、ふくらはぎは、まあ、両足でなんですけど、特に左が痛いですね。1859日連続もありがとうございます。電気がピクピクってなります。はい、タンパク質、皆さんありがとうございます。そうですね、食事も大事。あー、再放送でしたね、ステイさんのゴードライブ見ていただけたかな。小鳥真っ赤な横にゃんレア、そうなんですよ、そのステイさんとコラボさせてもらった時点ですごい全部レアなんですけど、福ちゃんさんとアミちゃんと私のコンビでやらせてもらえて、楽曲もレアだしメンバーもレアだし、すごい貴重なコンサートでしたね。アニメみたいですかでも本当に気をつけます。普通に座って参加してね、優しい、ありがとうございます。
気圧酸素治療という流れですね。へえ、そんなのがあるんですね。どんなんなんだろうね、すごい。禁断列って言うんですか、マッサージしない方がいいみたいですよ。そうなんですね。見に来れました、ありがとうございます。あ、手紙も嬉しいです。プレゼント昨日たくさん購入でいただいてありがとうございます。いつもあ、ラムタラさん注文も嬉しいです、ありがとうございます。アミノバイタルがいいってひめたんが、あんずですか、ひめたん情報。アイドルですとは答えないですね。運動、体を使わなきゃいけなくてみたいな気もします。バチバチも再放送が、ありがたい、ありがたいですね。バチバチ、録画でゆっくり見るやん、よろしくお願いします、ありがとうございます。やりすぎないでくださいね、ありがとうございます。でもそう、ダンサーですみたいな感じになっちゃいますね。あ、決済も忘れず、よし販売の決済もありがとうございます。決済忘れた、本当ですか。またしていただけそうですがね、競技苦手です。カニケンさん、あ、ロコニャンカードを願ってます。皆さんありがとうございます。どうだろう、誕生日お祝いは一応じゃ過ぎてしまったんですけど、今日来てくださってるので、昨日多分できなかったのでね、応援させていただきます。せーの、 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear 9月お誕生日の皆さん、 Happy birthday to you、 おめでとうございます。素敵な一年になりますように。一日過ぎてすいません。一緒に弱い、ありがとうございます。じゃあちょっと早いんですけど、発動させていただこうかなと思います。100倍1000倍ですか。おお、本当ですか、嬉しいです。出させてください。わかりました、ゴリラ、そうなんですね。あ、いたいた、そんだけ嬉しい、ありがとうございます。じゃあいきます、横にゃー、ピーム、わーからのキスからの、皆さんも私の疲れを癒してくださったので、皆さんも疲れも痛いの痛いの飛んでいけー。疲れ飛んでいけーからの、ゴリラ顔長い、顔長い。横ゴリラです、結構ゴリラですね。うほうほうほうではゴリラにまだ選ばれませんが、
いつか回ってきますかね。選ばれたことはないですね。はい。残業後に疲れが癒されますね。カジキンさんでありがとうございます。皆さんも忙しそうなのでね、本当に無理しないように一緒にぼちぼち頑張りましょう。うまかった1670人の方もありがとうございます。明日もリハなのでもどかしいですか。今はちょっと安静にしながらリハも頑張りたいと思います。皆さんありがとうございます。そしてイメトレを頑張ります。皆さんありがとうございました。シチホコからのおやすみ、おこにゃん、夢で舞いますように。ありがとうございました。皆さんもゆっくり休んでね。ありがとうございます。